4. 私たちにできることは資源が循環する社会を作ろうゴミのない循環する社会の流れについて考えてみましょう私たちの社会では石油や鉄鉱石など製品を作るのに必要な材料である資源を使い壊れにくく長く使える製品を作る必要があります壊れにくく長く使える製品は ゴミになりにくいです。こうした製品を買うようにしましょう。そして大切に使ってください。それでも壊れた時は修理をしましょう。これがリデュースです。リデュースとはゴミを発生させないために余分なものやゴミの出るものは買わない、もらわないようにすることです。 もし使っていた製品がいらなくなったら欲しい人に譲り繰り返し使います。これがリユースです。リユースとは買ったものを使えなくなるまで使ったり使ってくれる人に譲ったりして繰り返し使うことです。いらなくなった製品でリユースできないものは分別して出します。そして再び利用できるように処理します。 そうすることで、製品の元になる資源に戻すことができます。これがリサイクルです。リサイクルとは、どうしても出てしまうゴミを新しい製品に生まれ変わらせることです。なお、どうしても使えないもののうち、燃やせるものは燃やして熱を利用します。そして、最後に残ったものをきちんと処分します。 資源が循環する社会とは、物を大切に使い、使い終わったものでももう一度使えるようにしていく社会です。皆さんもゴミを減らすためにはどうしたら良いか考えてみましょう。